国鉄ダイヤ改正1961年から1975年の国鉄ダイヤ改正43島43島で新しい特急ネットワーク形成を果たした583系のオリジナル塗装43島とは日本国有鉄道が昭和43年10月1日に実施した白紙ダイヤ改正を指す当時国鉄がこのように命名して大々的に広報活動を展開したが これは当時として極めて異例の出来事であった。後に主に鉄道関係者、鉄道ファンの間で使われることになる通称である。日本においては第二次世界大戦後4回目の白紙ダイヤ改正にあたる。増発列車キロ数はこの前回の白紙ダイヤ改正である昭和36年10月改正よりやや少なかったが無縁化の促進や 全国的な高速列車網の整備など、その後の国鉄の全国輸送体系、ひいては現在に至る JR 列車群の基礎を作った画期的な内容であった。日本は1950年代後半から戦後復興を終えて経済成長期に入り、国鉄の旅客、貨物輸送量も大幅に増加した。これに伴い、国鉄は車両数の増強など、 一定の対策を行ってきたが、鉄道の基盤整備が遅れていることは否めなかった。故に、長らく慢性的な輸送力不足が続き、また重大事故もしばしば発生した。このように当時の国鉄は、1960年代の高度経済成長への対応能力が危ぶまれる状況にあった。さらには、航空機や自動車など交通手段の多様化により、 輸送量は増えているものの、次第にシェアは低下してきていた。これに対し国鉄は1965年から7、カ年にわたる第3次長期計画を策定し、輸送体制の抜本的な強化を開始した。4三島はこの7可燃計画の前半部分の成果を取り入れて実施された改正である。なお、全国規模のダイヤ改正は、各地区の事情を考慮しながら少しずつ調整を、 繰り返して決定するため、計画から実施までは2から3年程度の時間がかかる。この43等改正も同様で、その実施が決定したのは1965年の秋であった。それまでの国鉄路線は、東海道本線と山陽本線を除けば、幹線といえどもほとんどが単線、かつ非電化であった。また、軌道の整備、強化が不十分であり、列車の最高速度も、 時速1 0 0トル未満に止まっていた。第3次長期計画ではこれらの課題を重点的に対策、強化したが、このダイヤの施行時点では、下記項目が達成されていた。幹線の複線化東北本線と上越線は全線複線化を完了した。一部区間の複線化は、函館本線、大羽本線、新越本線、中央本線、北陸本線、 鹿児島本線、日豊本線で順次進捗し、国鉄の複線化率は22%になった。軌道強化による最高速度の時速 120km か、東北本線、高崎線、上越線、山陽本線では全線で、新越本線の区内新潟間、北陸本線の前原金沢間、鹿児島本線の文字博多間で最高速度を、 時速 120km に向上した。電化区間の拡大、東北本線の全線電化が完成し、国鉄全体での電化率は26%に達した。貨車の走行装置改善による貨物列車の高速化、国鉄貨車の多数を占める4輪の小型貨車について、車軸の支持機構を2段リンク式に改良する対応が1953年から進められ、 最高速度は従来の時速 65km から時速 75km に向上した。このダイヤ施行時点で高速化改良は大型の貨車に普及し、国鉄が所有する貨車のほとんどが時速 75km 運転可能となった。運用上、構造上の理由から高速化の対象外となった最高速度時速 65km 以下の営業用貨車は 本改正までに淘汰されたが、継続使用を要する一部の車両のみ、識別のため車体側面に黄色の帯を配し、側面の基板号には65を表す、副記号の炉を吹きした。これらの低速運用貨車は主に北海道、九州内で、線区、区間を限定して使用された。特に北海道内に封じ込められた貨車は副記号の炉、丸囲みにし、 黄色の帯を途中で切って、動外禁止の文字を入れている。ATS の整備、1965年に全線で完了していた。電化の推進と同時に、非電化区間へのディーゼル機関車と機動車の大量投入が行われ、その結果、蒸気機関車による運転は、旅客列車では、動力分散方式を含めた全体の6%、貨物列車に限っても38%までに、 削減された。東北本線の奥中山越への区間は、長大な貨物列車を D51 系蒸気機関車が30連で牽引し、SL ファンのメッカとなっていたが、ここも電化により、蒸気機関車運転の終焉を迎えている。現在の特急列車は、庶民が気軽に乗車できる存在だが、かつての国鉄における特急列車は、文字通りの特別急行列車で、そのステータスは、 非常に高いものであり、国鉄の象徴的存在であった。しかし、この改正では、従来のステータス重視の姿勢を脱却し、特急列車を増発すると同時に、急行列車も増発して、特急列車と急行列車による都市間輸送体制を確立した。また、経営状態が悪化しつつあった国鉄にとっては、特急、急行料金による増収も意図していた。 すでに急行列車との料金差はなく、運行距離のみの区別となっていた、準急列車は、この改正において、急行列車に統合され、国鉄における、準急列車は消滅した。京阪新地区では、従来の快速20分間隔、普通10分間隔を、それぞれ15分間隔に統一し、大阪駅から、西方面の快速は、西明石発着と姫路方面の交互になった。 伏線化、電化、最高速度の向上により、都市間の到達時間は大幅に短縮された。上記3条件が満たされた東北本線では、ディーゼル特急、初りが上野青森間で10時間半かかっていたのが、ダイヤ改正により、電車化され、運行時間を8時間半に縮めた。また、青函連絡線や、宇こ連絡線を乗り継いでの旅行にも配慮がなされ、 スムーズな乗り継ぎができるダイヤとなって到達時間の短縮が達成された。しかしながらブレーキなどの技術的な問題や労使紛争の影響からこの時の時速 120km が日本国有鉄道時代の在来線での最高速度となってしまった。よってこれ以上のスピードアップは振り越し機車両など新車の導入や電車化、それに 路線の改良などの例を除いては実施されず、次に最高速度引き上げが実施されるのは国鉄分割民営化により JR が発足した後、1989年3月の東日本旅客鉄道の手になる常磐線特急列車スーパー日立を待たなくてはならなかった。国鉄八十五系電車、国鉄キハ八十一系機動車このダイヤ改正に合わせ電車、 機動車には特急列車用に3種類の新形式が誕生した。その他にも高速貨物用の EF66 型が本格生産されるなど貨物列車の分野でも高速化が図られた。本改正で新設された特急列車は以下の通り、蒸気のほか既存の特急列車も多数増発された。定期列車については以下の通り、蒸気のほか 季節列車も多数増発された。この時までは、光、小玉と、はじめから種類を絞り、識別記号的に相性をつけていた新幹線は、ともかく、在来線の列車相性は氾濫というべき状況となっていた。その主な原因は、特急、急行列車が急激に増加したにもかかわらず、列車数が少なかった時代のように、同一区間を走る同一種類の列車でも、 別の愛称をつけることが多かったからだとされる。この四三島改正では列車が大増発され、さらにマルスシステムによる緑の窓口を通じての座席指定券のオンライン、販売も始まりつつあったため、そんなことでは到底やっていけなくなると、国鉄も考えたのか、下記のような列車愛称の整理が行われた。二回寄った運転系統、区間ごとにできるだけ愛称をまとめる。 同一区間を走る列車に関して、特急列車では、中高と夜高で原則として、別相性。急行列車では、昼夜同一の相性をつける。定期列車と季節列車は原則として、同一相性とする。同一系統、同一種類の列車が多数存在する場合、発車時刻順に番号によって区分する。なおそれまでは第一、第1、第2と、マイナス1号。 マイナス2号のように2種類の番号区分があったが、後者に統一する。臨時列車には、マイナス51号と50番台で、始まる列車番号を発車時刻順につける。第3次長期計画は3兆円、近い膨大な金額の設備投資を伴う計画であった。当時赤字に陥り始めていた国鉄は、対策としてまず運賃値上げを予定し、 さらに政府出資や財政投融資等の増額、市町村の付金の減免を要請した。しかし運賃値上げは1年延期され、その他の出資、資金繰りについても政府出資金40億円が認められたに過ぎなかった。結果、国鉄の経営は著しく悪化し、その後の自動車と航空機の台頭による競争の激化を受けて、国鉄財政の破綻を将来することになった。 再産性の悪化が問題となっていたローカル線115、線区において合計 18,500km、日に及ぶ列車の運行本数を削減した。このダイヤ改正により SL 形陰列車が激減したことにより、それまでどこにでもあった SL は希少価値を高め、静かに広まりつつあった SL ブームが加熱した。以来、写真撮影に適した場所を取り合ったり、 禁止された場所や他人の所有地に侵入して三脚を立てる業者やファンが目立つようになった。ありがとうございます。